少し離れてますので、くつろいでランチを楽しんでいただければいいなと思います。牛乳と生クリームを両方入れてふっくら揚がるようにしてます。滑らかになって美味しくなります。柔らかさが一番特徴なので、ふっくらして臭みもないので、ワインが少し入ってますので大人向けの味になっています。デミグラスハンバーグ、店の一押しになります。2ヶ月に1回ぐらいスープを変えるようにしてるんですけども、パンはフランスから生地を引いてお店で焼くようにしてますね。